はい、どうも、あきともです。今私はどこにいるかと言いますと、ご覧いただけている通り、静岡県のですね、伊豆スカイラインの方に今来ています。そしてですね、見てください。今富士山がすごく綺麗にここから見えています。でちょっとここ最近ですね、ツーリングできていなかったので、まあ、ちょっと手軽なところで、ツーリングできないかなというところで、今回はですね、こちらの伊豆スカイラインを、選んでみました。でですね、今、ちょうど朝の8時ぐらいでですね、お天気も、ご覧いただけてる通り、もう快晴ですので、今回はですね、この伊豆スカイラインを、ちょっと、往復してみようかな、というところで、まずはですね、こちらの、熱海からですね、天城高原の方に向かって、とりあえず走っていこうかな、と思います。では、早速、スタートしていきたいと思います。いやー、すごいですね、富士山。とても綺麗です。では、ツーリングスタートしまーす。いやー、富士山すごいですね。今料金所を過ぎましたので、これから伊豆スカイラインをですね、走っていきたいと思います。で今回はですね、前回動画を撮りながら伊豆スカイラインを走った時はですね、本当にこうただ走ってしまったような感じもありますので、今回はですね、パーキング伊豆スカイラインって、ところどころあると思いますので、どこか、泊まれるところがあれば、景色を楽しみながら進んでいこうかなと思います。今日曜日の朝8時ぐらいなんですけれども、交通量がまあ少ないうちに走れればなと思って、ちょっと今日朝早起きしてみたんですけれども、いいですね。天気もいいのもあるんですけれども、伊豆スカイラインはですね、長さ的にもレイアウト的にもですね、本当にこう楽しめる道なので、ゆっくり楽しみながら走れればなと思っています。さあ、まずは、走り出したばっかりですけれども、もう展望台みたいなのが出てきたので、ちょっと見ていこうかなと思います。いやー、すごいですね。いやここがですね、滝地山ですね、の展望台ですね。いやー、今ちょうど朝日がちょうどこっちに見えてるんで、いやー、すごくいい景色ですね。で今はですね、熱海から、天城高原の方に向かっているので、富士山をですね、背にしながら進んでいるような感じの穏やかな感じですね。多分これが熱海ですかね、相模湾の。この伊豆スカイラインはこういったですね、こう登りながらのカーブとかっていうのが結構出てくるので、走りもですね、まあ、今見ていただいた景色とかも楽しめるんですけれども、この走りをですね、すごく楽しめる道だなという印象がまあありますね。ちょうど左から、まあ、朝日が入ってきてですね、ちょっと朝寒かったんですけれども、今ですね、だんだんこう体が温まってくるような感じで、とてもいいですね。こちらもいい景色ですね。ちょっと富士山見えますね。いやいや、この前方の景色もいいですね。
富士山が綺麗に見えますね。とても綺麗です。本当に今日雲がですね少なくてですね、景色が本当にクリアな感じですね。ただここが黒岳のパーキングですね。いやー、富士山がすごく綺麗に映ってます。はい、では引き続き進んでいきたいと思います。いやー、いいですね。ここはですね、ここはですね、池の向かいの駐車場ですね。まあもしかしたら帰りというかですね、熱海の方にまた向かって帰ってくるときにまた泊まるかもしれないんですけれども、まずはですね、この朝の富士山も一部映ってますので、ここの景色をですねちょっと押さえておきたいなと思います。いやー、本当に朝の穏やかないい風景ですね。はい、では引き続き進んでいきたいと思います。いやー、なんか止まったばっかりですね。天城高原まで31キロ。まあ結構距離が長いので、とりあえずは亀石ですかねの峠あたりぐらいまでを、まずは目標にしようかなと思っています。本当に気持ちよく走れますね、ズスカイラインは。いやー、相変わらずいいレイアウトが続きますね。下ったり上ったりと、あと上りながら曲がったりですとか、適度な長い直線があったりとかですね、本当にレイアウト的に楽しめますよね。視界広がりましたね。そこのじゃあパーキングも入ってみますかね。本当にパーキング入ってばっかですね。よいしょ。ここはちょっと砂利ですね。標高584メートルですね。景色がいいと房総半島も見れるみたいですけどね。大島は見えてますね。ちょうど朝日といいますか、太陽に向かって相模湾すごくキラキラ光ってるんですけれども、映像的にですね、逆光で綺麗に映ってればいいんですけれどもね。また帰りにもし寄れたら寄ろうかなと思います。では引き続き進んでいきます。本当にパーキングがですねいいところにあるんで、どうしても止まってしまいますね。こういった感じもいいですよね。下りと上りの直線ですね。亀石のパーキング来ましたね。じゃあちょっとここに入りますかね。